プランクで痩せたい方は今回のやり方がおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、プランクで痩せたい方におすすめなリバースプランクを紹介します。このリバースプランクを行うことで、体の弱い筋肉が全て鍛えることができます。体を痩せやすい体質に持っていくことが可能です。通常のプランクは肘とつま先で体を持ち上げます。その際に使う部分というのは肩、腹筋、大腿四頭筋、脊柱起立筋といった筋肉を主に使っています。プランクはやり方によってはすごく腹筋に効かすことができるんですけども、腹筋に効かした場合、脊柱起立筋の効きが少し悪くなります。人というのは前に進んで生きていますから、意外と体の前側というのは筋肉があってですね、腹筋に効くかもしれませんけども、他の筋肉にはあんまり実は効いてないんです。そしてリバースプランク、今みたいにお腹を上に向けて体をまっすぐ保つやり方になるんですけども、その場合効いている部分が腹筋、外腹斜筋、広背筋、大臀筋、大腿二頭筋といった筋肉を使っています。腹筋にはそこまで効きませんから、通常のプランクよりも効いている感じがしないかもしれませんが、触ると確実にわかります。体の前側よりも後ろ側の筋肉の方が人は大体の方が弱いですから、そっちを鍛えることによってより痩せやすい体を作ることが可能になります。例えば太ももに関して、通常のプランクした状態で前ももを触ってみてください。そこまで硬くないです。リバースプランクをした場合、太ももの裏を触ってみてください。カチカチになっていると思います。太ももに関しても前側というのは大体力があって、後ろ側というのは力があまり入らない、そういった方が多いんですけども、このリバースプランクをすることによって体の後ろ側を全て鍛えることができて代謝が上がります。ですので腹筋を鍛えたい場合プランクでも OK です。ですがプランクで痩せたいよって方は、今回のリバースプランクを一緒にやっていきましょう。たったの30秒です。ではやり方を説明します。足を伸ばして座ります。足は少しくらい広げておいた方が楽です。そして手は後ろにつきます。肩の下に手です。手首が痛い方は少し手を外に向けるとやりやすいです。ここからしっかり胸を張ってお腹を持ち上げて、お尻を締めておきます。首が強い方は上を向いて、首が弱い方は下を向いてキープしてください。できるだけ肩からかかとまでまっすぐになるようにキープです。これを一緒に30秒間やっていきましょう。ではいきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、お腹が下がらないように12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 OK です。プランクの使う筋肉として腹筋と脊柱起立筋、そこがメインで使うんですけども、リバースプランクは腹筋と脊柱起立筋よりも大腿二頭筋と広背筋、大臀筋を主に使うので、すごく辛い感覚はないと思いますけども、痩せたい場合こっちのプランクの方がおすすめです。背中とお尻と太ももの裏、この大きな筋肉3つとも同時に鍛えることができますから、たったの30秒です。毎日でもやってもらえたらと思います。ということで、頑張った方、できなかった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。こういった動画を載せてほしいよっていうことがあれば、ぜひぜひコメント、もしくは Twitter の DM でご連絡ください。チャンネル登録されてない方はですね、これからも少ない回数、短い時間で効くエクササイズを載せていきます。効果的なエクササイズばかり載せていきますので、載せられた動画に対して毎日でも頑張ってもらえたらと思います。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。